2013年公職選挙法改正以降の区域は以下のようである。1994年公職選挙法改正から2013年の小選挙区改定までの区域は以下のようである。保守王国の一つで防衛庁長,長官を経験した自民党の大野義則とその長男の大野慶太郎が他の対立候補に誰一人比例復活を許さずに議席を守り続けている。 また第48回まで社会民主党が一度も途切れることなく候補者を擁立し続けていた全国で唯一の選挙区であった。第49回は岸田内閣発足で中四国の自民が軒並み前線する中において香川県唯一の自民党選の選挙区となった。第49回衆議院議員総選挙10月31日。 香川県第3区時の内閣第1次岸田内閣解散日2021年10月14日公示日2021年10月19日当日有権者数24万33人最終投票率51.60%第48回衆議院議員総選挙10月22日香川県第3区時の内閣 第3次安倍第3次改造内閣解散日、2017年9月28日公示日、2017年10月10日、当日有権者数、24万7520人、最終投票率 49.、49.87%第47回衆議院議員、総選挙12月14日、香川県第3区時の内閣、第2次、安倍改造内閣解散日、 2014年11月21日公示日。2014年12月2日。第46回衆議院議員総選挙12月16日。香川県第3区時の内閣。野田第3次改造内閣解散日。2012年11月16日公示日。2012年12月4日。第45回衆議院議員総選挙8月30日。香川県第3区時の内閣。 麻生内閣解散日、2009年7月21日公示日、2009年8月18日、第44回衆議院議員総選挙9月11日、香川県第3区時の内閣、第2次、小泉改造内閣解散日、2005年8月8日、公示日、2005年8月30日第43回衆議院議員、総選挙11月9日、 香川県第3区時の内閣、第1次小泉第2次改造内閣解散日、2003年10月10日、公示日、2003年10月28日第42回衆議院議員、総選挙6月25日香川県第3区時の内閣、第1次森内閣解散日、2000年6月2日、公示日、2000年6月13日第41回衆議院議員、 総選挙10月20日香川県第3区時の内閣第1次橋本内閣解散日1996年9月27日公示日1996年10月8日ありがとうございます